鼻孔鼻孔、鼻孔、鼻孔は、脊椎動物の顔面にある開口部である。元来は、感覚器官として発達したが、後に呼吸器官としての役割も持つようになった。位置は、目と口の間に開口するのが、一般的である。通俗的には、鼻の穴という。人の場合、鼻孔の開口部が盛り上がって目立つために、これを鼻と呼んで、鼻の穴の方が、 付け足しののようににに呼ぶが、が、発生的は、は鼻の方がはるかに古い。外部に対して開口している部分を外鼻腔と呼び、外鼻腔から続く経路が高校、陰頭に開く場合その内側の開口部を内鼻腔と呼ぶ。外鼻腔と内鼻腔の間が鼻空、鼻空、鼻腔となる。本来の役割である感覚器官として周囲の液体、気体を取り入れて、 嗅覚細胞に導くため外界に対して開いている。内微孔は外部から見えないため、単に微孔といえば、通常は外微孔を指すことがいい。その数は0個、微孔がない1個2個、1対4個、2体など、生物群によって変異がある。外微孔を4個、2体持つ、甲骨魚類の場合、前の1体を前外微孔、後の1体を郊外微孔と呼ぶ。 獅子動物の外尾行と相当なのは前外尾行であるが、後外尾行も獅子動物では微波打管となって残存している。これに対し、配慮の内尾行は後外尾行が高校内に移動したものであり、さらに両生類以降の内尾行も同様とする説も提唱されている。嗅覚器官としてのみ働く魚類の尾行は外部に開口する外尾行のみであるが、 肺魚などの肉器類と、獅子動物では高校に開校する内鼻孔によって、鼻孔が呼吸器官としての一翼を担っている。生物に内鼻孔が出現した直後は、外鼻孔の直下すぐ近くに開校していたが、その後の進化に伴って、内鼻孔は後退し咽頭に近づいていった。そのため、内鼻孔は後鼻孔とも呼ばれる。ただし、甲骨魚類の前外微光。 五外尾孔を、それぞれ、単に全尾孔、五尾孔と呼ぶ場合もあるので混同しないよう注意が必要である。化石記録によると、ケハラスピスをはじめとする、頭孔類、ヤモイチウスなどの血孔類では、尾孔、外尾孔は一つである、単微孔であり、小中線上に開孔していた。一方で、プテラスピスに代表される翼孔類、イコ類は二個の尾孔を持っていたことが判明している。 原生の無学類がどの分類群に近いかは多くの説があるが、いずれにせよ、原生のヤツメウナギ類、ヌタウナギ類ともに尾光は一つしかない。頭頂部に開口するヤツメウナギの尾光は猛農場であり、化石種の単尾光も同様の構造だったと推測されている。猛農場の尾光は尾脳と呼ばれ、ヤツメウナギでは脳の下水体と接している。一方で、 前端に開口するヌタウナギ類の鼻孔は、毛農状ではなく、後端が陰頭部に開口している。これは、口で獲物に吸い付いたまま鼻孔を通して呼吸することができるための適用だと考えられている。ここで、鼻孔で呼吸が可能であるという点は、後の内鼻孔類と同様の形質である。しかしこれは明らかに平行進化の産物であり、ヌタウナギ類の陰頭開口部と内鼻孔類の 内鼻孔は修練による総時間でしかない。そのため一般的にヌタウナギ類が持つ器官が内鼻孔として研究される例はほとんどない。この単一の鼻孔というものはその数から言ってもそれを持っているのが原生脊椎動物で最も原始的とされている点から言っても一見原始的な形質であるように思えるが実際のところそれが本当に原始的形質なのかどうかは 実は、はっきりしない。化石記録においても、尾光を2個持つ、翼光類は、頭光類や欠光類の後に現れたのではなく、むしろ先駆けて出現している。さらに発生学上も、ヤツメウナギの妖精の尾能は、生体とは異なり、複足に置し二分用であることが明らかとなっている。顎を持ち始めて、以降の魚類は、すべて有体の尾光を持っている。 軟骨魚類であるサメ類では、嗅覚が非常に発達しており、一体の鼻孔は、分部下部に開口している。皮膚が張り出して中央部で接することにより、各開口部が2箇所に仕切られていることもある。現在の支配的魚類である甲骨魚類では、基本的に鼻孔は2体となる。前述のように、前の一体を、前外鼻孔、後の一体を、後外鼻孔と呼ぶ。 前外尾行から入ってきた水は、微能堤にある急層板に接した後、後外尾行から出ていく。前後の外尾行は大きく離れている場合もあるが、ほぼ同じ場所にある場合もある。近接して位置している場合、隣接した前後の外尾行の間から、仕切り板が突出していることがあるが、これは清流のためである。多くの甲骨魚類は、守備脳の他に、副尾道を持ち、 これを用いて、静止時でも微能に水を出し入れして、匂いを嗅ぐことが可能である。甲骨魚類の中の一部が進化して、肉器類となった時、初めて内鼻孔を獲得した。鼻孔と甲腔が繋がっている魚類でも鼻孔が外気呼吸に用いられることはなく、このうち鼻孔も元来は、副鼻道のように鼻孔に水を導くための適応として、進化したのではないかと考えられている。いずれにせよ、 内鼻孔はこの仲間から進化した死種動物にも受け継がれていくこととなった。最初期の両生類であるイクチオステガなどでは、鼻孔の位置や発達程度は先祖の総ヒレ類と大差なく、外鼻孔は公園のすぐそばに開口していた。内鼻孔はそのすぐ内側に開いており、外鼻孔と内鼻孔を隔てるのはたった一本の細い、上が骨であった。その後に現れた。 両生類では、その進化に伴い外尾行は背面に、内尾行は、口外全部に移動するようになる。原生の無鼻目、有鼻目、無足目を含む平滑両生類では、全般的に頭骨の骨下程度が退縮し、郊生骨間に大きな感激が生じている。実際の開口部は、口外の中ほどにある、左右一体のひだである、口外しびらに沿ったい列撃となる。 この細列上の内微孔は外微孔よりも大きなものとなっているが、これは高校からの空気を微孔内のすき花木に導くという役割を果たしている。爬虫類の微孔において特筆すべきは二次郊外の形成に伴いない微孔が陰頭方向へ大きく後退するものが現れ始めたという点である。これはいくつかの系統でそれぞれ独自に進化したことが明らかである。 そうユミ類の系統では、昔トカゲ目やヘビトカゲなどのユーロコ目には二次公外が存在せず、内美孔は両生類と同じような公外シビラに開口しているのに対し、ワニや一部の恐竜類は二次公外を発達させており、カメ類ではそのグループの中で様々な程度の二次公外が見られる。その一方で、単ユ類の系統でも、 バンルー類では発達していない二次公害が、獣弓類では存在が明確になっている。二次公害の効能の一つとして、食事中でも呼吸ができるという点がある。そのためこれは常に大量のエネルギーを発生させておくために、変温動物よりはるかに多い酸素と食料を必要とする高温の獲得と関連づけて捉えられる場合がある。 原生の高温動物である蝶類と哺乳類は共に二次口外と交代した内鼻孔を持つが、これらはそれぞれ恐竜類と獣弓類が持っていたものに由来する。蝶類の外鼻孔は通常、くちばし基部に開口している。種によっては左右の外鼻孔が貫通していることもある。くちばしの角質部ではそれほど大きくない開口部でも骨格では大きく開口している。 蝶類のくちばしは哺乳類の興奮と比べても、可動性が大きいが、この大きな鼻光がその可動性に関与している場合がある。蝶類の尾光はその形態によって、全尾光、両尾光、義分鼻光、分鼻光の4種類に分けられている。このうち小菌類などによく見られる分鼻光では、尾光がくちばしの大部分を占めるまでに大型化し、くちばし全体をたわませることができるようになっている。 鼻光下炎部が後方の可動の方形骨と関節することによりくちばしの根本部分を閉じたまま先端部だけを開閉することが可能となっている。蝶類は嗅覚がほとんど発達していないグループなので鼻孔は感覚器官としてではなく呼吸器官としての役割が大きい。しかし例外もありニュージーランドの地上生蝶類であるキービは嗅覚発達しており 地中の小動物をくちばしを土中に差し込んで探す。その修正に伴い、キーウィの外尾行は、くちばし先端部に開口している。水なぎ鳥目の水なぎ鳥か、ウミツバメか、モグリウミツバメかの鳥類では、左右の外尾行が一体化し細長い環状になって、開口している。これは、海水から余分な塩分をこし取る、塩類線の排出部分として働いているが、 この外尾行の形状のためこれらの鳥類を甘微類と呼ぶことがある。ペリカン目のカツオドリなどでは外尾行が完全に閉塞して尾行が消滅している。これは上空から海中にダイブして餌を取る習性に合わせての適応だと推測されているが呼吸のためのガス交換はくちばしの隙間を通して行われていると考えられている。 哺乳類の解剖学的特徴として、爬虫類では左右2箇所に分離して開口していた頭蓋骨の外尾孔が哺乳類では融合して単一の開口部になっていることが挙げられる。しかし、外尾孔自体が単一になっている例は、ほとんどなく、ちゃんと左右別々に開口するのが通例である。鳥類とは反対に哺乳類は、 嗅覚が非常に発達しているグループであり、鳥類のように外鼻孔が退化している例はない。多くの種で、外鼻孔の周りに鼻境と呼ばれる無謀の部位を持ち、匂いの方向を知るなど嗅覚情報の鋭敏化に役立っている。爬虫類においても、鼻孔周辺にはこれを開閉するための筋肉が存在したが、顔面筋の発達した哺乳類においてはより複雑な金群が鼻孔を、 取り巻いている。いくつかの種では、これが同様に複雑な金群を要する上唇と一緒になり、自由に動く、噴部となって頭蓋全部に突出していることがある。そのような噴部を持つバクや、イノシシ類ではそれを使って、食べ物を探し出したり取り扱ったりといった用途に用いているが、これを最も発達させたのは、象の仲間である。彼らは、 非常に長く伸びた花をまるで手のようにして、物を扱うだけでなく、花で吸い上げた水を口に入れることにより口を水面につけずに水を飲み、水深の深い場所を渡るときには花を高く掲げて、死のうけるとするなど、非常に有用な器官として用いている。それら分部が特殊化した動物でも嗅覚は退化せず、むしろ嗅覚の発達した動物であることが多い。い一方で、 海性哺乳類では、一般的に嗅覚は退化する傾向があり、脳にサバが欠けているクジラ類では、外鼻孔は、噴気孔としての呼吸器官の役割しか持っていない。ヒゲクジラ類では、他の哺乳類と同じくまだ一体の外鼻孔を持っているが、ハクジラ類では、外鼻孔は単一の開口部となっている。哺乳類で、他に、外鼻孔が一つとなっている例は知られていない。 白ジラ類でも一般的に微動は左右別のままであり開口部で合流しているが片方の微動が機能を停止している例もある。マッコウクジラでは右の微動は脳油機関の中央を貫いているのに対し左の微動は脳油機関の脇を通るようにして左右非対称に伸びており外尾根も分部の正中線上ではなく左側にずれて開口している。霊長目の中で 真のサル類とも言われる、新サル類は、新世界ザルとも呼ばれるコ尾サル類と、旧世界ザルとも呼ばれる、競尾サル類の2グループに大きく分けられる。新世界で発展したコ尾サル類と、旧世界で進化した、競尾サル類の間にはいくつかの明確な、解剖学的異があるが、外尾行の開口の仕方もその一つである。新世界ザルは微中核軟骨が発達しているため、外、尾行は、 左右に大きく離れて開口するのに対し、微中核がそれほど発達しない旧世界猿は外尾光が左右接近して開口する。これは後尾、胸尾というそれぞれのグループの名称の由来ともなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。